バック。どんどん戻っていくコース、バックって書いてあるね。それでは早速行ってみましょう。戻ります。あー、そういうこと。あ、ちょっと待って余裕だいぶないぞ。いけるかこれ。いける。壁キックか。壁キックして、いや余裕全然ないおかしくない？猶予全然なくない？待てよ、めちゃめちゃ難しいんだけど。はい、これできる。よしよしよし。次はバック。はいはいはい。あー、後ろに扉があるのね。いいなー。むずーめちゃめちゃむずこの砲台の後ろに扉があって、そのバックのところのあの文字にもなってるのすごくいいね。いや、ちょっと待ってむずいよ。コーダさんコーダさん、ちょっと待って。難しいです。難しいです。あ、行きました。行きました。ベルリンにも行きました。そしてまたバック。今度は、あ、いいね。順番に左から列が流れていってるのいいね。いや、嘘でしょ、これ。うわー、うわ、マジか。今、左から2番目まで来たと。示してくれてるのすごくわかりやすいね。よいしょ。真ん中行って、来た！お、上手！うまくない？中間ください。バック。はい、バック分かりました。中間が欲しいです、コーダさん。コーダさん、コーダさんコーダさん、そういうとこあるよ。あ、そういうとこあるよとか言って。いや、怒られる怒られる。コーダさんのファンに怒られるからやめよう。よいしょ、こんな感じだ。あー、入れないうわ、これ超猶予なくない？いけるか。よし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 。マジでギリギリ設定されてるな。バック。次どこ？次どこに行くの？次どこに行くの？次どこに行くの？うーわ、嘘でしょ。いけるこれ。あ、ヒップか。こんな感じか。うーわ、きつー。ほいほい。こんな感じだ。あー、ほら、いけた。まあ、いけたら超楽しい。あ、中間。いや、この優しさがコーダさん。この優しさがコーダさんですよ。ありがとう。そして次左に行く。あ、違う。いや、むずっ。あ、でもいけるいける。よしよしよし。土管に入って、あ、で、今度は左から2番目。いや、わかりやすい。このシステムわかりやすいな。左から順番にこう進んでるっていう。え、これどうしたらいいの？わかったぞ。これはギリギリこう乗れるんだ。うーわー、時間な。時間全然なくない？どうすんのこれ。ここどうすんだ、マジで。いけるこれ。いけなくない？もしかして、こんな感じ。あー、ギリギリいけるわ。すごっ。今度はバックの2つ目。そして、これはギリギリ超えて、あー、くそ、あー、くそ。いや、でもいいな。戻るのは簡単になってるんだよね。次に行くのは難しくなってるけど、戻るのはすごい簡単になってるから、それがいいよね。戻るのさえ難しかったら、前のギミックに戻されたりしちゃうから、それがこう、起きにくくなってるのは、すごくこう、気遣いを感じるよね。いやー、むず、ここ。しゃがみくるんかな？しゃがみくるん。いけた！よーしよしよしよし。しゃがみくるんでいけました。さあ、三つ目の土管。左から三つ目の土管に来たよ。次は何？次は何？はいー！あ、いけない！壁キックかな？いや、違うか。壁キックしたら間に合わないぞ。あ、いけたー何気なくやったらいけたぞ。よかったー。ラスト。ラスト、何？なんて書いてた？見えなかった。ラスト、こうして、こんな感じ。あ、ラスト簡単じゃん。ラスト簡単だったわ。あ、まだ、まだか。次は？次何？うわー！わー？さあ次、こんな感じ？うわー！もしかしてもう一気に降りてこんな感じか。で、ヒップ。あー、多分こんな感じだね。そい、こう。あー、よかった、ギリギリいけた。よかった、もうゴールでしょ。あー、3つ目、3本目、4本目だから、まだか。まだかな、まだだね。は、これ入れるこれ。入れないじゃん。え、いけるこれ。いけなくない？どうすんのこれ。これぐらい？これいける？あー、なんかいけそうだな。今の感じかな。ジャンプした瞬間に過ごす。こんな感じ。これでいける。来い！いやー、いけた、よかった。なんとかいけました。さあ、次は？何何？次は何？うえー！どういうこと？は？は？まさか壁キックで？壁キックでこんなこと？ああ、よかった。そろそろゴールでいいのよ。コーダさん、コーダさん。そろそろゴールでいいです。お願い、お願いします。何何何？は？何これ？何これ？は？何これ？え？
え、どういうこと？え、こいつを持って戻るの、もしかして戻ればいいの？あれ最初何があったっけ？あれ合ってる？これで合ってなかったらし泣いちゃうんだけど。合ってるよね、大丈夫だよね。あれこれで何かあったっけ？あれスタート全く覚えてないんだけど、あれこのままとりあえず戻っていけばいい。これこのままじゃ通れないから、スクロールに押してもらうのかな。スクロールに押してもらって通れる。いや、この辺すごい考えられてる。え、戻るっていうので合ってるんだよね。これ合ってなかったら、泣いちゃうよ。大丈夫だよね、これ。え、パグを持って、戻れば。いや、この土管じゃなかった。もっと右があった。もっと右があった。ずーっと右まで戻っていって、ここでもなかったよね。ここでもなかったはず。あ、ここかほんとだ、いたわ、プラパが。いた、いた。これで無事にクリアすることができましたと、OK! いや、いいね。いや、コードさんね、結構作るコースのレベルっていうか、難易度が結構高いんだけど、いや、でもできたら快感っていうコースが多いんだよね。え、59秒59秒できる。マジで？はい、ということで、スクロールに逆らってなんとか戻って戻って戻っていって、パウをゲットしてから最初に戻っていくというコース。皆さんもよければ遊んでみてください。ロイズ having a bad day。ロイさんの悪い一日。おーっと、全自動だね。全自動だね。ノームーブって書いてあったもんね。あ、ロイさんいるね、確かに。ロイさんいる。え、まさか全自動でマリオにやられてしまうのか。全く操作しないマリオにお前やられてしまうのか、ロイさん。頑張るよ、ロイさん。お前、7人衆だろ。7人衆の意地を見せてやれ。あ、でもロイさんちゃんと追いかけてきてる。すごい。いや、これ面白いね。この全自動。あ、斜めのところにロイさんが。あー、すごい。え、これすごくない？うまいことさ。あー。うまい。うわロイさん。ロイさん、マリオをやっつけようとして、目の前の溶岩に落ちてしまったんだけど。いや、これすごく面白いね。これなんかストーリー性がある全自動みたいな感じで、いや、すごい楽しめた。さあ、これで、マリオの勝ちで終わりと。はい、ということで、ロイの、悪い一日みたいな感じですかね。全自動コース、皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。